今日はね、静岡市のクロンボにやってきました。看板変わってるな。前の看板の方が良かったのね。前に来たことがあるんだけど、あの時はね、たまたまなんかね、閉まってたんで、臨時休業中だったんですよ、運悪くね。ちなみにクロンボといえばね、やっぱり静岡市民にとってはノスタルジーを感じるそうなんですよね。もう創業からちょうど50年ぐらいか。でも今警護隊が変わってるはず。最盛期は7ぐらいあったんですね。かろうじてクロンボ本部って残ってるな。まあ、ある年齢以上の静岡市民では知らない人はいないぐらいなんだけども、なんでか知らないっていうね、テレビとかにも話題にならないんですよ。テレビとか YouTube にもなんかね、出てこないんですよね。ハイジーさんとか言ってそうなのに、なんでだろう。なんか検索しても出てこないっていうかね、なんか問題あるのかなと思うんだけど。じゃあ行ってみますか。あ、ちゃんとやってるな。あ、さっき消毒しました。コロナ対策万全ですね。こういうの出さないといけないんだ。すごいな。徹底してるね、いろいろと。クロンボといえば、ナポリタンにするかな。あと、クロンボといえば、パフェらしいんだよね。これがね、クロンボのナポリタンハンバーグですね。チーズはあるけど、あれだね。タバスコがないな。まあいいや。タバスコがないと、このチーズをガンガンかけて、これでいただくと。前回はね、ナポリタンだったけど、今回クロンボのナポリタンハンバーグにグレードアップですね。確かにね、昔ながらのナポリタンの味です。熱海のクロンボに比べるとちょっと細めの麺だし、でもちょっとアルデンテですね。ナポリタンハンバーグ結構食べ応えありましたよ。下に卵が入っててね。次はね、ここの名物がパフェだそうなんですね。クロンボパフェ頼もうと思ったんで、これね、結構な量でね、1500円のその辺、そのくらいなんで、ちょっとそれを食べきれないんで、こっちの方を頼みました。L、M、S とありまして、これ M サイズです。L だったらもっとすごいんでしょうね。ということで、いただきます。グレープフルーツ、オレンジとパインですね。美味しい。いやー、食った食った。なんか中途半端な時間なのに、なんか急に混み出して、今もう、店の前で結構の人が待ってますよ。料理も美味しいしね、こんな人気店で、感染対策もバッチリの有料店なのに、なんでこういうところはね、テレビで紹介されないんですかね。不思議ですよね。ということで、静岡のクロンボでした。